ボーヤイヤーノシュ、ボーヤイヤーノシュ、ボヨイジョノス、1802年12月15日から1860年1月27日は、ハンガリー領トランシルバニア、ゲンルーマニア領出身の成形人、ハンガリー人数学者。平行線工順を研究し、1835年、ユークリット第11工順を証明、または反売することの不可能の証明において、 ヒュークリット期科学の可能性を切り開き、双極期科学を提唱した。現在、ニコライ・ロバチェフスキーと並んで、ヒュークリット期科学の提唱者の一人として位置、続けられている。数学者、詩人の坊やいファルカシュの子として生まれる。幼い頃から数学に異常な才能を示し、13、4歳の頃には、ファルカシュの代わりに講義を行い、好評を博したという。 父ファルカ氏は息子を数学者として育てようとしたが、暮らし向きが楽ではなかったため学費を十分に苦面することができず、ヤーノ氏はウィーンの公平学校に進学した1818 18年から23年。卒業後はハンガリーリック軍の職業軍人となり、剣とバイオリンの腕前ではハンガリー軍随一という評判を取った。ヤーノ氏は軍務の傍らで、 数学研究も続けていた。父のファルカシュは、ドイツの偉大な数学者であるガウスの同窓生でありまた友人であり、自身も平行線工順を研究していたが、自信作をガウスに見せて、間違いを指摘されて以降、この問題からは遠ざかっていた。ところがヤーヌシュは父ファルカシュの知らぬ間に平行線の問題に取り組み、いくつかの結果を出し始めた。研究内容を ファルカシュに知らせたところ、父は自分がこの問題で停滞打撃を受けたという経験から、なんとか息子にこの研究をやめさせようとしたが、それでもヤーの死はひるまなかった。1826年頃には、現在双極幾何学と呼ばれる非ユーグリッド幾何学の一つを不十分ながら建設することができた。それまで否定的だったファルカシュも研究が正しい方向に、 進んでいることを聞かれて、息子を評価するようになり、結果が出たならすぐにでも発表しなさい。他にも同じことを考えている人はいるのだから、一刻でも早い方が良いと早く発表することを促した。最終的にこの論文は、父親の死論という書物の中の付録として収録され、発表された。ファルカシュはその抜きずりをガウスに送って、批評をこうた。ただ、 ガウスからの返事は、論文を発表した息子さんの勇気を褒めたい。しかし、息子さんを褒めることは私自身を褒めることになるでしょう。なぜなら、この論文に書かれていることを、私は20年以上前に得ていたのです。騒ぐ人がいるので発表しなかっただけなのですという、ものであった。ファルカシュは息子がガウスと同様の水準に達した、数学者となったとして喜んだが、当のヤーノ氏は、 ガウスの評価に落胆し、ガウスが自分の手法を盗んだのではないかとさえ疑った。しかし、ガウスが独自に同様の手法を発見していた事実を知り、大きな衝撃を受ける。また、この平行線問題は、ロシアのロバチェフスキーも長年研究していており、ヤーノシュ論文の数年前に論文を発表していたことをガウスから知らされた。 ヤーノシュの論文は用いていた記号や論述が独特で読みにくく一般に広がるには難しい側面を持っていたのに対してロバチェフスキーの論文の完成度はヤーノシュの論文をはるかに凌駕していこうした事態に直面したヤーノシュは再日清のあまりロバチェフスキーなどという人物は実在せずそれはガウスが自分を落とし入れるために劣造した架空の存在であるとさえ疑ったしかし ロバチェフスキー論文の進化に気づくと、この方面の研究自体を一切止めてしまう。1833年、学問にも人生にも絶望したヤーノシュワ軍を退役し、祖母が残してくれた屋敷において陰遁生活に入った。1849年には結婚するが、1852年に離婚。数学と、 一般認識論の研究だけは細々と続けて多くのメモを残したが、その後はついに死去まで論文を公表することはなかった。1860年1月27日、肺炎のため57歳で死去する。このように、生前には彼の業績はほとんど評価されなかったが、その後に非ユークリッド機科学の研究が進むにつれて、 再評価されてこの分野の先駆と認められるようになり、現在では、双極気化学は、ボーヤイ・ロバチェフスキー気化学とも呼ばれるようになっている。ボーヤイ・フ死については、スタクルの、ボルフガングーンとヨハン・ボヨイに詳しい。一般的な章としては、ラビノバの、新しい気化学の発見、後に、ロバチェフスキーの世界と海大、東京図、観光に詳しい。なお、 トランシルバニアのクルージュイコールナポカ氏、コロジュバール氏の旧ハンガリー王律、ペレンツヨージェフ大学は、現在は、ルーマニア人の最菌学者、ビクトル・バベシュとボーヤイの種の名前にちなんで、ルーマニア国立バベシュイコール、ボーヤイ大学と命名されている。1832年に発表した、空間論、父親の著書の歩行として書かれた、 空間の絶対的申請科学の証明のための法位が2009年にハンガリーによってユネスコ記憶遺産に申請され登録された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。